ここがどこかというと分倍河原という場所でございます。夜とか結構怖そうですね。でもハッピーって書いてありますよ。近所の子供たちが書いたんでしょう。でしょうね。こことか夜怖くないですかこれ。これはここ天井めちゃくちゃ怖いですねこれ。2004年に子供たちだから今もう成人してますよね。いいですねこの子供の服がピースって書いてあります。本当だ。ハッピーピース。あドラゴンもいますよ。かっこいい。アイラブケーフって何ですか。なんでしょうね。ケーフって何ですか。わかんないです。アンパンマもいるし、あこのピカチュウ上手くないですか。上手いピカチュウ。距離高いですね。バイキンマン多くないですか。バイキンマン、バイキンマン、バイキンマン。確かに。アンパンマンより人気ですね。アンパンマン、うん、下にこれって書いてありますよ。は宇宙人の世界ですよ。ここもしかして宇宙人の基地なんじゃないですか。ちょっと今ある幸せは何を犠牲にしてるのかなっていうのが問いかけがあります。怖い怖い。え何か思う感じさせる。え問いかけ。宇宙 UFO ってなんですか。わかんないです。ここにも UFO が。これなんか宇宙をやっぱなんか宇宙を感じてるなこれ。天国に行くお米さん。友達。だからお米さんたちが今。ああなるほど天国に。マタニティって書いてあるんですか。なんですか。子供たちがマタニティ。やっぱこの下にもじゃあ宇宙人の基地があるんですかね。ありえますよね。だってそうじゃないとこんないらないですもんねこの土地。普通は家建てますよ。建てられない理由がこの下にっていうのを突き詰めるとどんどん陰謀論者になっていくこれはおかしいみたいな。ムーの人はこうやって記事書いてるんですかね歩きながら。あの古代の宇宙人ってアメリカの番組がありまして、昔から宇宙人っていうのはいたんだと。そうですね、はい、だからピラミッドを作ったのは宇宙人だとか。あ、いますね、はい、それの日本舞台にした時に、はい、日本代表する学者としてムーの編集長が呼ばれてましたよ。学者ですか。研究者。研究者か。なんか最近だと南北戦争は宇宙人が起こしたとかですね。リンカーンは宇宙人と接触を持ってたとかですね。なんか聖徳太子は宇宙人だったみたいな説もあります、ね、まあそういうことですよね。それはアメリカ版ですよね。そして、本日のまたちょっと注目スポットがこの近くにあります。はい、工場がありまして予約すれば中に入ることができるんですね。そういうことは有名なもの、有名なものを作ってます。何作ってるんでしょうか府中で。紙とかじゃないですよね。違いますね。もうこのでっかいところでたくさん、はい、でかい工場です。まだこっち側もあるんですよ。でかい工場。はい、商品が見えました。あ、酒？ビールです。ビール、あービール工場です。これビール工場なんですか。はい、あら、まあ、サントリーです。サントリー、はい、あのビアボールでおなじみ。そうです。まさかのここで回収されるとは思わなかったですけど。あれ見ました。ビアボール飲みました。ビアボール飲みましたよ。どうでした。いや全然美味しくなかったですけど。ですよね、はい、これならホッピーでいいじゃんって思ったんですよ。うん、そうなんですよ。いや本当なんかサントリーのセンスのなさがなんか塊出てるなっていう感じで。美味しくなかったですね。あれなんでまだ売ってるんだろうってレベルじゃないですか。いやいや、ないと思いますよ。ご利用しですよね、あれ。すごく最近すごい CM やってて、またビアボールのいろんな味の CM やってるから。売れないんでしょうね。なんか流行ってるのかと思ったんですけど。あれだって、一回飲んだらもう二度と買わないと思うんですけど。買わない、本当にいらない。ね、サントリーさん好きじゃないとか言って申し訳ないんですけど、サントリーさんの工場です。あ、サントリーの工場は、ね、はい、ここでね、美味しいビールをたくさん作ってくれてます。宇宙にあるんですね、工場。そうなんです。さっきも言ったように水がきれいなんですよね、やっぱりね。はい。近づいてみましょうか。このサントリーさんの工場は1000円だったかな、予約して、はい、ね、工場見学して、で出来たてのビールも飲めるんですよね。たの大変なの、一応沖縄でオリオンビールを作ってる、はい、見学に行ったんですけど、はい、そこでもあのちゃんと見学させていただいて、はい、飲みました。僕はあの車だったんで、あらオリオンビールを飲み、はいはい、ジュースを飲みましたけど、大変美味しかったジュース。ジュース作ってるんですね、オリオンビール。オリオンってなんかあのジュースも作ってるんですよ。何ジュース、シークワーサーとかですか、ね、チェリージュース。あーチェリーってあの沖縄のイメージないですけどね。そうなんですけど、なんか桜ものジュースを飲みました。あっちも全部ビールですよ、あれ。いや全部ビールですか。ビールだらですよ、あれ。生ビール。すごいな。
夢のような空間ですね。すごいですね。ここで作ってるんだ。これ見てください。すごい量のビールのやつが生ビール樽が大量に。これ入ってるんですかね。さすがに入ってないですよね。入ってないと思います。腐っちゃいますもんね。これを使って中に入れて、ここに入れるってことですよね。出荷しているというわけですよね。各所に。あら、まあ、こんな量。ただお前さん、これで飲んだんじゃないですか、生涯で言うと。いや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 、さすがに。自宅にこれ送ってもらうサービスありますよね。ありますね。あのキリンさんですかね。キリンがやってます。はい、あ、こうやろうかなって。あれやりたいですよね。でも怖いのはもうこうしたら出てくるから、はい、すぐなくなると思うんですよ。だから缶ビールだったらなくなったらやめようだけど。そうその出る限り全部ビールですよこれ。うわ、すごい。素晴らしい。めちゃくちゃすごいですね。ですね。わ、工場は規模が違いますね。でかいな。これサントリーの本社の工場なんですか。いくつか工場があるので、はい、全部ここで作ってるわけではないんですけど。あ、でも結構大きめの工場という。まあ、規模はどうなんですかね。どれが一番大きいかわからないですが。なんかデカめに見えますよね。でかいですよね。おお。すごいな。ぜひ見学してみたいですね。見学してみたいですね。しかもビール付きですからね。ビール付きですもんね。それで1000円ですよ。あ、3000円だったかな。でも、まあ、そうですね。サントリー武蔵野ビール工場。サントリーさんのクラフトビールのシリーズは多分ここで作ってると思います。サントリークラフトビールも作ってるの。あ、出してます。最高そうだな。ですね。やっぱサントリーは大手ですもんね。そうですよ。ビアボールもここでやってるんですかね。あ、ここでビアボールを作ってるんですかね。どうなんでしょうね。やめさせた方がいい。抗議に行きますか。やめろっつってプラカード持って。若い女性とかが好ましいのかな、わかんないけど。多分それをターゲットにしてると思うんですけど、滑ってるんですよ。すごく美味しくないです、ね。うん。でも偉いもんで、その CM に、はい、ちょっと若者人気のグループのトレンドを使った結果、はい、トレンドに上がってました。いや、僕ね、サントリーの嫌なとこそこなんですよ。まあ、他の会社も使ってるけど、タレントで売るんじゃないよって思うんですよ。味で勝負しろ、味でと。サントリーの工場の近くでこんなことを。いけない。いいんですよ、美味しいですよ、サントリーさん。もちろんですよね。うん、もう、プレミアムモルツ、うんうん。昔のモルツの方が好きなんですけどね。あれザ・モルツって最近見ないですよね。そうですね、まあ、向けないんでしょうね。うん、僕、あれ結構好きだったんですけどね。プレミアムモルツサントリーって書いてあります。ワクワクしますね。めちゃくちゃプレミアムモルツって書いてある黄色。うわ、プレモル作ってるんですね。プレモルの工場なんですね。天然水のビール工場。へえ。いいな。これはすげえっすね。でかい。こん中見られるってことですよね。あ、そうか、見学できるんですね。ですよね。そして、今日はお昼ご飯はですね、はい、まあ、お昼ご飯というか軽食かもしれませんが、はい、ちょっと市場に行ってみたいと思います。市場があるんですか。はい、こちら大東京総合卸売センターというですね、ほうほう、市場です。今でもそうなのか分かんないですけど、昭和の時代なんかは東京一大きい民間の市場らしいだったらしいです。まあ、じゃあ一般人の方が来ていただいて、全然もともとはダメだったらしいんですけど、はい、いろんなその専門店が撤退しちゃった結果、経営が成り行かなくなって一般の方も入れると、はい、どうやらね、ここね、中撮影断面事前申請が必要らしいので。ちゃんと見たことなんですね。そうなんです。なのでテイクアウトできるものをちょっと買いに行きましょう。じゃあ入ってみましょうか。ペイチカさんの焼きピロシキを買いました。おー、こちらですね。こちら、はい、今から座るところ探して食べましょうか。でここがですね、民間 の、はい、あの市場なんですけど、はい、それを、ね、運営しているのが、ね、この向井の会社らしいんですよね。あ、そうなんだ。そう、全然違うことをやってたんですけど、この戦後の高度経済成長期にこの郊外にも市場を作るべきだっていうふうに考えた、そう、この後藤光学さんですかね。全然関係ない、はい、そう、全然関係ないところなんですけど、研究所なんですね。はい、工学研究所ですもんね。ここの社長さんが作ったらしいです。へ、面白いですよね。その都市への一極集中化が問題になっている時期で、はい、そういう時に郊外にも市場ができた方がいいっていうふうに考えて、先見の明があったようですね。結構この近辺の居酒屋さんとかはここで仕入れたりするんでしょうね。あ、そうかそうか、安いですもんね。うん、とにかく量も多いしですよね。2キロぐらいあるタコワサとか初めて見ましたね。よし、じゃあここでいただきましょうか。ピロシキでございます。僕はいっぱい買いました。
いろんなもの買ってましたね。はい、これがあのラー油スティック、フランスパンにラー油が入っているラー油スティックと呼ばれるやつ、うん、あとこれはあれですね、焼きそばパン、パス麺にパスタを使っている焼きそばパン、うん、揚げパンを買いました。揚げたて、もうほんと目の前で揚げてくれる、揚げてくれましたね、揚げパン屋さんがあって。食べよう、いただきます。うん、美味しいですよ。美味しいですね、こんな感じで。うん、生地がもちもちですね。うん、美味しい。パスタ感あります？あんま変わんないですね、焼きそば普通 の, あの麺と中華麺と。あ、そうか、焼きそばって言ってもあれか、そばじゃないわけですよね、はい、中華麺か。そう、じゃああんま変わんないのか。あんま変わんないです、うんうんうん、ソースの味がやっぱしっかり絡まってるので、うんうんうん、珍しいですね、焼きピロシキって、うん、ロシア料理のお店らしくて、いろいろとボルシチとかロシア産こう、紅茶とかありましたね。うん、お肉が美味しい。なんか町のお肉屋さんのコロッケとかみたいな味わいですね、はいはい、やっぱ市場でね、うん、作ってるからお肉も新鮮なんでしょうね。うん、硬そう。おお、ラー油、ラー油オンリーですか？ラー油オンリー。めちゃくちゃ噛んだ瞬間ラー油の匂いしました。辛いですか？辛いです。美味しいですね。うーん、マッチするんですね。意外と合いますね。このフランスパンの生地にもラー油が染み込みまくってて。うーん、ね、バターとかのイメージですけどね、うん、ラー油か、ま、フランスパンだから油分が多いパンが、油分が多いものが合うというか、うんうん、なるほど。辛っ。お前さん辛いです。結構ついてますもんね。めちゃくちゃ入ってるラー油これ、うん、真っ赤じゃないですか。お肉とか全く入ってないんですよね。全く入ってない、ラー油オンリーですね。食べるラー油が中にオンリーで入ってる。攻めてるな。辛っ。どっちが美味しかったですか？焼きバターですね。僕は揚げパン、揚げたての揚げパンということで。じゃあお前さんどうぞ。あ、いただきます。じゃあ、はい、わ、でかっ。ミニサイズって書いてありましたけど、でかっ。すっごいでかいですよ。え、でかいですね。大層でかい、でかっ。普通サイズどうなっちゃうんですかね。あら、パンパンになる。いただきます。いただきます。うん、おいしい、おいしい。わ、おいしい。うん、うん、うん、揚げたてのおかげで全然。でもこれももちもちですね。もちもちですね、うん、小麦粉はいいんだろうな、うん、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。とにかく美味しかった、うん、全部美味しかったですね。あそこになんかあの道の駅的なところがあるので、はいはいはい、そこでもしかするとお手洗い綺麗なところ使えるかもしれないですね。山直、あ、本当だ、観光、観光物産館って書いてあります。これはいい、府中ガチャありますよ。マジか。何がで府中ガチャ。これでもいいかも、あ、ちょうどいいかもしれないです。なんだろう、今からのやつにちょうどいいかも。ですね、武蔵野東京ミニバーム。おー、青木屋さんの。おそらくそうでしょう。ですね、書いてありますね、青木屋って。青木って書いてます、はい、やっぱそうでしょう。おー、すごい。ちょうど今から見ようじゃないかと言ってた。買うしかないですね、これは。東京ミニバームというやつの有名なんでしょうね。でしょうね、うん、よかったですね。やったぜ。どんどんつけるグッズが増えてきますね。もう全然その家に帰ったら全然ほったらかしてるんですよ。え、餃子ウルスも？餃子ウルスももちろん。かわいそうに。青木屋さん。これが。今セール期間中で武蔵野キャラメリーゼ。くるみとキャラメルの贅沢を聞いてみて。そうなんだ。行ってみましょうか。ミニバームってこれ。こちらで売ってるんですけど、今ちょっと完売。あ、そうなんですか。残念。あ、なるほどなるほど。来月にならないとちょっとサービスが入れなくて。そうなんだ。うわ、人気なんですね。そうなんです。へー。